はい。で、今度はですね、初めて介護福祉の試験を受ける方にどうしても必要になるのが、さっき言いましたけども、ここにありましたこの実務者研修というライセンスを取らなきゃいけない、その証明書を、願書と一緒に送らないと、試験を受けることはできないということになってまして、その実務者研修のお話をしますね。はい、この真ん中に、実務者研修のところが、書かれてあります。実務者研修、まあ、漢字だとこう書きますね、If you have not finished、 だもう実務者研修を受けた方はもう知ってますよね、もう証明書を出さなくてもいいです。初めての方はこの実務者研修の証明書を願書に入れて出さなきゃいけないと。で、実務者研修はですね、まあ、いろんなスクールがやってますけど、普通はこんな感じです。ここの上の長い線ですね、これ6月、7月、8月、9月、10月ってこう5ヶ月ぐらい書いてますけど、最初にですね、皆さん家で宿題をやらなきゃいけない、宿題、ホームワークですね。ホームワークを2級持ってる方も初任者研修持ってる方も、例えば三高福祉カレッジだと275問の問題テストがあります。家での宿題、この275問の問題を、レポートに書いて答えて、で学校に送るんですね。そうすると学校が皆さんの点数を調べて、70点以上だったら合格というふうになります。それでこう家での宿題やるんですけども、この275問で大変大変大変なんですね。テキストはみんな普通の漢字で書かれてますし、その問題テスト問題も、漢字だけです。普通はそれを275問も解いて学校に送って、でもし70点より下だったら、何点でした、もう一回やってくださいってこう戻ってきます。それを何回か繰り返して全部70点以上ね、取らなきゃいけないですよと。これ宿題ね、実務者研修の宿題、全部で275問あります。でそれをいろんなの科目がありますよね、それを全部70点以上取って合格と。そうして初めて、学校に行けるんですよ。このここにこうスクーリングセブンデイズってちっちゃく書いてますけど、宿題の後に学校に行きます。だいたい7日、7日程度学校に行って勉強して、まあ、そこでテストもありますけどね、それ全部終わったらサティフィケートをもらえるんです。それがだいたい5ヶ月ぐらいかかりますね、5ヶ月ぐらいで、ここ英語でねちっちゃく書いてますけど、全部で4 to 5 months to finish、 最初にホームワーク、あとの方にスクーリングセブンデイズと。じゃこの願書をね、この上に行きますけど、試験の願書を8月の終わりぐらいまでに出さなきゃいけないのに、今からこう実務者研修始まったら間に合わないですよね。だってこう5ヶ月ぐらいだから、もう4月にスタートしてなきゃいけない。皆さん今家で宿題してなきゃいけないんですよ、本当はね。で、6月ぐらいですね、からスクーリングが始まるんですけども、今からの人はもう遅いです。で、遅い場合どうするか、その時は仕方ないので、この試験の願書を出す時に、学校にですね、私は今勉強してます、この実務者研修を。そして、試験の前の12月、
12月までには必ず終わりますっていう、そういう証明書を学校に書いてもらうんですよ。ね、12月までに終わりますよ。実務者研修を12月末までに終わりますよというのを学校に書いてもらって、で、この願書に入れなきゃいけない。わかります？だからこれからの人は早く三甲口カレッジとかに実務者研修をお願いしますって申し込んで、で、三甲口カレッジとかにあなたは12月までにこのコースだったら終わりますよという証明書を書いてもらって、この願書に入れなきゃいけない、そういうことなんですね。よろしいですか。実務者研修だから初めての人はもうできるだけ急いで申し込まなきゃいけないね。At latest ね、遅くとも At latest finish 実務者研修 by December、 12月までに必ず終わるようにする。1,2,3,4,5 だから本当に遅くなっても8月にはもうスタート、最後、これがもう最終ですね。8月中に申し込んで、8月中に学校から終わりますよという証明書をもらって願書を出すと。で、頑張って12月までに卒業するということになります。で、じゃあこの三甲口カレッジがまあ一番いいんですけども、どこにでもありますからね。東京も埼玉も千葉も大分も福岡も愛知も、いろんなところにありますから受けやすいし、で、後でお話ししますけども、私たちは、三甲口カレッジだけです。この宿題、275問の宿題を、無料で、サポートしてあげる、そういうサービスがあります。後で説明しますね。じゃあちょっと三甲口カレッジ、じゃあどうするのか見てみますよ。はい、これはですね、ケアギバーサークルです。私のグループですね、ケアギバーサークル。もう皆さん知ってると思うんですが、ここに3月10日にちょっと説明を書いたことあるんですよ。ここ行ってもらってですね、三甲口カレッジの実務者研修、実務者研修を受けたい人は、まずスクールに電話 してみてください。スクールに電話して相談する。 0120-515-350 三国市カレッジ。そして電話してから説明会に行くのが良いですと。説明のビデオも見ることができます。これは三国市カレッジのね、ムービー動画があります。あとはインターネットで近い教室の場所や日程を調べることもできますということで、ここをクリックしたら三甲口カレッジの、ホームページに行くようになってます。で、この下にこれ写真があるんですけど、ここに行ったらこういう順番で場所や日程を調べてくださいというふうにこれ説明してるんですね。これ順番にクリックして いきますよ。これね、ここクリックしますよ。ね、さっきのところをクリックするとこういうページに行くんです。これちょっと昔のページですけどね。ここに行って、で、今度の1月試験受ける予定ですよってここをクリックするわけですよ。で、今持ってる資格が、例えばホームヘルパー2級とか、初任者研修とか、どれか選ぶんですね。で、今度の1月に受けますよってここポチッとして、その後これは初任者研修ですかね、2級とかね、初任者研修、自分どちらか選んでください。2級の人はここ2級ね。はい、そうすると次に行くのかな、ここに来ます。で、これはさっき入力したあなたは
初任者研修持ってますねって、で場所をどこにしますか、例えばここをこうクリックすると東京とか千葉とか埼玉とか選べます、場所をね、自分の場所を選んでください、ここで選びますね。そうするとこのようになります。でここでですね、皆さん宿題の後に実際に学校に行くんですけども、全部でこう5日間ぐらいです。5日間、最初に、その後2日間、 だから全部で7日間ですね。で最初の5日間はここ、これね、実際ホームページ行ってみてほしいんですけど、実務者研修介護課程、これ3ですかね。まず介護課程っていうスクーリングをしなきゃいけない。これと難しいよ。介護介護課程、この介護課程3かな、ごめんね。これがね、5日間のスクーリングがあるんですね。この日程をこれから選ぶんですよ、自分で。もう満員のところとかたくさんありますからね。空いてるところの場所とスケジュールを調べて、ここで受けたいですよって、これ申し込むんですね。このスクーリングの日程がまず決まんなきゃいけない。で、この介護課程のスクーリングが終わった後に、今度は医療的ケアっていう、痰の吸引とか、あと、チューブニュートリションね、経管栄養。そのスクリーングが、後でプラス 2days か 1day あります。1日か2日ね、これはまあ、自分で選ぶんですけども、まずこの5日間のスクリーングを、この中で選びます。で、選んだらどうなるか、はい。じゃあ今選んだので申し込みますよ、するわけでしょ。そうするとね、ここでまた確認があって、はい。初任者研修持ってますね。で、さっきの5日間のスクーリング選びましたよ。で、今度は、その医療的ケア、痰の吸引とかの1デイか2デイズのスクリーングをまた選ぶんです。またこう場所を選んで、場所を選ぶとこう出てきます。満員ですか、空いてますよとかね。そこからまた2日間か1日こう選んで申し込まなきゃいけない。よろしいですか？はい、そういうとこ確認するんですね。はい、それでじゃあ申し込みますよと。で、最後確認が出てきますよね。初任者研修持ってます。介護課程のスクリーニングはどこですよ。で、医療的ケアのスクリーニングはどこですよ。よろしいですか、この内容で。ということで、次に進む。はい、こうやって確認してから申し込むという、まあ、段取りになるんですけども。ね、この辺は、こう、ホームページ見てくださいね。まあ、さっきのこう、Facebook 行ってこう、いろいろこれ見てほしいんですけど、申し込むのはですね、実務者研修だけでいいです。で、その時にですね、介護福祉の勉強もしませんかって、こう、セットで安くなりますよとかありますけど、それはいいです。あれは、日本人向けの介護福祉の勉強だから、皆さんの場合は全然無理ですからね。それは申し込まないように注意してください。はい、そんな感じでですね、この Facebook アイヘルパー&ケアギバーサークル、皆さん入ってますよね、多分ね。ここの3月10日のところで、さっきの詳しい説明があります。
あとここにこう参考復習のビデオをね見ることができますので、ちょっとちらっと見てみますか。やってるのかな、これ3月だからちょっと古いですけどね。やってますね。14分のビデオがあります。これ日本人向けですからちょっと難しいかもしれませんけど、よろしいですか。そんな感じでね、あの三国志カレッジのビデオも、見れるようになってます。よろしいですか。ちなみに三国志カレッジの今のホームページはこれちょっと見てみますね。多分ほとんど一緒ですけども、そうですね、これがあの三国志カレッジ、さっきあのちっちゃいピクチャーで見ましたけど、こうやって講座の検索申し込み、講座を探したり申し込んだりできますよ。ね、介護福祉国家試験受験年度を選択してください。来年の1月受けますか、まだ受けないとかね。で、お持ちの資格を選択してください。なし。ここにホームヘルパー2級ってあります。で、ここに、介護ヘルパー初任者研修ってありますね。皆さん初任者研修が多いのかな、もしくは2級ですよね。でね、ここ注意してくださいね。ここ自宅学習ってこれ宿題のことなんですけど、これ間違う人がいるんですよ。宿題を オンラインでやるか、ちゃんとテキストをもらってやるか、どっちか選びなさいってあるんですね。で、最初こっちにこう、チェックが入ってます。こうチェック。これダメですね。こっち入れてくださいね。こっちダメ。皆さん、ネットだけで宿題するの絶対無理ですから、ちゃんとテキスト学習ってこれ右側を選んでくださいね。はい。こんな感じでいきます。まあ参考にですけどね。はい、ということで、よろしいですか。戻りましたけど、この実務者研修をもう今からの人はもう8月に終わるの難しいので、12月までには絶対終わるようにして、その前に三国志カレッジから、もしくは他のスクールから、12月までに終わりますよっていう証明書を書いてもらって、ここの試験の願書に入れなきゃいけないんです。よろしいですか。はい。それとこの宿題です。さっきの実務者研修の宿題、これはですね、そのままあのこの試験の勉強になります。基本的に同じことを勉強しますから、実務者研修もあと初任者研修もそうですけどね、特に実務者研修は試験に必要なものをほとんど勉強しますので、この宿題が大事です。宿題を本当にこうしっかりできたら、もう試験勉強ほとんどいらないぐらい。まあでもね、全部漢字ですし、テストだけだと難しいですけど、ここの宿題って本当大事ですよ。頑張ってくださいね。